このプログラムは花火の曲名の解説や今回の水平殺人の内容がわかるものです。より一層花火競技大会を楽しむことができます。一部100円です。ぜひご購入をお願いいたします。そしてラジオをお持ちの皆様、FM ラジオの周波数 76.5MHz、今回の八崎の全国花火競技大会の実況、さらにの参加者が FM 八崎まで放送されます。プログラムを見ながら花火の解説を聞くことで花火をさらに楽しくご覧になることができます。ただいま会場が特設店舗におきまして、八崎の特産品の販売を行っております。花火競技大会の記念に、またお友達へのお土産としてご購入いただきますようご案内を申し上げます。本日は八崎市内51業者により物産展を開催しております。そして皆様にお願いです。迷子、落とし物などのお問い合わせ大会本部に設置しております。警備本部および災害警備本部へお願いいたします。YJKAC 株式会社中心事業所、メルタン株式会社八千代工場、セレクトロイヤル八千代工場から、ご覧ください。